こんにちは、沼です。パワプロプレイやっていきます。今回は、無課金、美課金向け、救援、公的種、碇守るガチャ、引くべきか、ステイすべきか、雑談させていただきます。プラスして、この後に生放送の告知と、あとは皆さんに一つご報告事項がありますので、もしよければ最後まで見ていっていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということでですね、いつもの結論からいくやつですね。今回の救援公的種碇守るガチャについては、引かなくていいと思います。で、今からその理由をつらつら話していきますので、よければ聞いていってください。で、まずはガチャのおさらいをサクッとしていきましょう。で、このガチャなんですが、碇守るが出現率アップのガチャになっていて、SR、PSR の確率に関してはアップしておりません。で、出現割合に関しては、この通り大ピックアップの 23.27% となっております。で、初回30個に回せて PR 以上の公的種碇守る出現。2回目 SR が1枚出現。これは碇守るではありません。パワーストーン40個ですね。で、3回目 SR 以上のイベキャラが1枚出現。で、パワーストーン50個ですね、ここから。で、4回目が公的種碇守るの SR が1枚確定。そして5回目 SR 確定。6回目 PSR 確定と。で、7回目以降の内容に関しても、一番初めに出た初期、そして復刻した時から変わりはないようですというところですね。で、碇守に関しては当然、当主最強格のキャラクターと言って間違いないと思います。なので、自前でね、持っておきたいっていうのがあると思うんですけど、この復刻頻度と、あとは、826も近づいてきていて、入ってこないってことはそんなに考えられないかなというふうには思います。そこのね、予想というか希望も入っているんですけど、826には入れてほしいなというキャラクターの一人なので、そこで引ければいいんじゃないのかなというふうに思います。で、826のキャラに入らない可能性ももちろんあるので、こういう、ガチャの出現の仕方をしているので、外れる場合もあると思います。その時はもうフレンドさんに借りて、例えば年末とかね、秋口に、必ず復刻が来ると思うので、そこで射止めればいいんじゃないのかなというふうに思います。で、このガチャ内容自体は、その碇守るだけを狙いたい人、前のアマネガチャみたいにね、アマネだけを狙いたい人にとっては非常にいいガチャだと思うし、やっぱ SR でもね、もうかなりの動きをできるキャラクターなので、そこは石が余裕あればっていう感じにはなると思います。ただ、もう少し待てば、もう少しいい内容で、出てくる可能性はあるんじゃないのかなというふうに思います。それが、少し先になると思うので、それが待てるよって方は待った方が、石に関しては効率よくうまく使えると思うし、その時にね、良かったって思えると思います。ただ、それまではね、やきもきすると思うので、そこは皆さんに考えていただければいいんじゃないのかなっていうところと、あとはね、石が余ってるよって方があんまいないと思うので、今このタイミングで復刻されて、引ける人、特に無課金はね、あまりいないかもしれないなというふうに思っております。なので、僕の結論的には、今引かなくていいかなっていうのと、おそらく先々でもうちょっといい内容のガチャが入ってくる可能性はあるかなと。いうところと、守る自体は復刻がこの頻度で来ているので、そんなに焦んなくても、次の復刻待てばいいかなっていうところと、フレンドさんに借りればいいかなとか、そういういろんな要素を絡めた結果、いいんじゃないのかなというふうに思っております。皆さんがね、どう感じられたかもぜひ一緒にお聞かせいただければ嬉しいかなというふうに思います。で、このメジャーセカンドコラボガチャもね、一緒に来ているので、これと、守るガチャ、どっち引くのって質問が飛んできそうなので、そこにも回答しておきますが、碇守るを持っていなかったら、碇守るを40連でキープしておいた方がいいと思います。もちろんね、上のガチャに関しては SR 確率もアップしているし、ガチャ内容自体がね、強いものになっているので、強いし、引ければ強いんですが、強い言ってますね。ただ、やはり、当主最強格のキャラクターは碇守るだと思っているので、確保するんであればこっちの方がいいと思います。常設のね、碇守るで解放がね、進めていけるっていうのもメリットにあるかなというところですね。はい。で、この2時のタイミング、今日の2時のタイミングで、このサクセス応援の天才の入部届付きガチャも一緒に復刻、出現してきていますと。で、これに関しては、天才の入部届招き猫が足らないよとか、あとは、ゲド君足んないよっていう方が弾けばいいと思うので、これに関しては皆さん次第という感じでございますね。はい。ということで、ここから生放送の告知と一つ皆さんにご報告事項になります。で、生放送に関してなんですが、今日夜の9時から10時ぐらいから始めたいなというふうに思っております。で、今日はデッキ相談をやります。で、余裕があればサクセスしようかなというぐらいの感じです。もしよければ見に来ていただければ嬉しいかなというふうに思います。で、ちょっとできるかわかんないんですが、ライブデッキ相談もね、生放送ライブでやれたらいいかななんていうのをちょっとこう画策していて、その様子もね、皆さんに見ていただけるかもしれません。ただこれに関してはいろいろテストしないとできないと思うので、もしその生放送にね、来ていただいた時に、あれやってないじゃんってなった時には申し訳ございません。その時はね、難しかったっていう結論にはなるので、そこだけご了承いただいた上で遊びに来ていただければ嬉しいかなというふうに思います。そして、結構あるな。大悟が入ってきましたねというところで、皆さん大悟は確保されておりますでしょうか。で、大悟くんに関しては、仏のキャプテンと、やる気の効果アップの固有ボーナスになってますね。で、前のバージョンの大悟が、タック経験でバイリさんかという、一番こう相棒に欲しい固有だったんですけど、今回に関してはやる気効果と、どこかでこう、やる気効果のね、強い広告が来るかもしれないなっていうところと、単純に言えば、固有ボーナスに関してはちょっと弱くなったかなというふうには思います。そして技術ボナと補給上限、試合経験点、精神的支柱確定ということで、かなり性能的には高いと思います。なので、確保しておいた方がいいですよという話をまずさせていただきたいのと、はい、ここからですね、ご報告事項になります。なぜ皆さん僕がサバカを持ってきたかという、勘の鋭い方はね、きっとお気づきになられたと思うんですけど、なんとですね、今朝方、PG5 の選手、無課金出てきました。ということでですね、この無課金の世紀末北斗高校が、裏で作 P10 になってね、招き猫とカロリーバーずっと持ち込んで、千丸出た時にやるっていう形で、形になった選手が1人できました。で、この選手に関しては全てが完璧ということではなかったんですが、本当に素晴らしいサクセスだったなというところで、ぜひ皆さんに見ていただけたらいいなということで、この、一番後ろの方にね、入れさせていただきました。で、世紀末北斗高校はやっぱり、なんでしょう、そのデッキパワーとか、キャラが揃わないと難しいとか、いろんなこう理由で僕も、全然できなかったところで、ジャギガチャですよね。北斗高校の復刻ガチャの時に、40連だけ勝負して、散々な目にはあったんですけど、ただ、それでもやはり、SR のね、ジャギ、解放が全然進んでないジャギでも使えたなっていうのが、非常にわかる、いいサクセスになっていると思うので、ぜひ見ていただけたら嬉しいかなというふうに思います。で、後付けにはなると思うので、僕がどういうことを気をつけていたかとか、いつものね、本垢とね、立ち回り的にどういうとこが違うから、こういうことを意識したとかね、そういうことを、初心者の方とか、中級者の方とか、もしくは、僕と同じようなデッキを組まれている方に、分かりやすいように話をできればいいかなと思っているので、ぜひ楽しみにしてください。特能的には、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20段ありますね。で、デッキも一緒に公開しておきますが、これです。で、自前50はないですが、45のね、脇を固めるキャラクターが、あまね、鈴木、リンと揃っていて、リンはね、イベント走ったんで、ピンズドでいい相棒をゲットできてたなっていう感じでした。で、ジャギに関しては SR だけ抜いて PR1 枚抜けてたんで、それが上限解放したという感じですね。なので、こんな感じの、なんでしょうね。50がいなくてもとは言わないですが、その解放がね、完全に終わっていなくても、その45で全部揃ってなくても、そこそこできるんだなっていうのが、きっと皆さんに見ていただける非常にいい動画になったと思うので、ぜひ楽しみにしてください。これにね、伴って僕も PG9 ランクが、ついにサバカの方も見えてきたので、のんびりですね、まだちょっと劇的にインフレしたって感じではないので、やはり上限解放のところで、ね、アンドロメダの方が僕はサーバー化めちゃくちゃ進んでいるので野手。なので、まあ、そこと、あとはピッチャーもね、サーバー化の方はダイヤのエッセイが2人入ってきたんで、十文字やれないこともないんで、まあ、そこもね、こう、低レベル攻略、まあ、より低レベルになるんで、野手よりね。なので、まあ、そのあたりも、まあ、動画がなんかできそうであれば、皆さんにお出ししていきたいかなというふうに思っております。なのでね、まあ、石のこう運用方法とか、あとは、まあ、その、何でしょう、少ない石でどういうキャラクターを集めるとか、あとはどういう、じゃあその少ない石で集めたキャラクターをどうこう使っていくのかっていうのは、まあ、このアカウントで、皆さんに、配信させていただいているので、まあ、そのあたりをね、無課金、美課金の方に、ご参考いただければいいかなというふうに思って、運営しております。で、なんとかね、PF ランク、PF ランクはまだ遠いかな。まあ、今年中に行けたら嬉しいかなぐらいで、まあ、今のところはゆっくりと、まあ、進めていけたらいいかなというふうに思っております。でね、皆さんからもね、リーグ8にどうやって残り続けられるんですかとか、そういう質問とかもいただくので、まあ、そういうのも回答していきたいし、なんかこう、僕がね、サバカ、まあ2年、もうちょっとやってるかな。なんかこう、いろいろと積み上げてきたものがたくさんあるので、まあ、そのあたりも動画ができたらいいかなというふうに思っております。いかがでしたでしょうか？もう最後の方が、正直後の方がね、こうメインという感じにはなっておりますが、まず、碇守君に関しては、まあ、引かなくていいかなと思います。まあ、どうしてもね、今ピッチャーやりたいんだって方は、作品も10になってますしね、引いていいガチャだと思うので、そこは全然止めませんし、守がいつ次復刻するかなんてのは、正直誰にもわからないことなので、僕が言ってることが的外れかもしれません。なので、全然引くのもありだと思います。で、あとは、まあ、明日に間に合うように頑張ってこれ動画作っておきますんで、ぜひ見ていただけたら嬉しいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。